路上で亡くなるとかあるいはこれ、報道されてるんですが、都内の単身赴任の社員入場で休止発熱後も保健所に電話がつながらなかった、検査を受けられたのは発熱から6日後、そして検査結果が出たのは亡くなった後だっていう報道あるんですよ。今の検査体制だと、救えない命あるじゃないですか。著名な芸能人も、自宅待機の間に重症化して、病院に行って亡くなるとか。 家族が会えるのはお骨だとか、おかしいじゃないですか、やっぱりこのね、2月に決めた熱が37.5度以上、4日以上続く呼吸困難、強いだるさ、もうどんどん症例は変わってきてるんだから、総理、この検査を受ける要件、緩和してください総理加藤厚生労働大臣。 これは別に検査を受ける要件ではなくて受診の診療の目安ということでありまして。 これについては37.5度4日というのは要するにそこ以上を超えるんだったら必ず受診をしていただきたい、まあ、そういうことで出させていただきましたそして倦怠感等があるこれも中にはそれも4日だあるいは37.5度と倦怠感が両方だ、まあ、こういう誤解もありましたからそれはそうではないんだと倦怠感があればすぐに連絡をしていただきたいこういうことは幾度となく周知をさせていただいておりますあのさらにまたそうした誤解があればです、ね、あのそうした誤解を解消する ように努力をしていかなきゃならないと思いますがただやっぱりそれ以前の問題として先ほど申し上げた やっぱり保健所機能を含めて、ですねそういったところが本来、その機能が発揮できるように、我々も一緒になって、ですね一つ一つのネック、ボトルネックといいましょうか、課題を解決していく、でこれ、前と一緒じゃないかとおっしゃいましたけどこれは一個一個、本当に現場も相当努力をしながらやっていただいております。東京都ににおおいいいててててはは医師会が PCR 検査やりりままししょうと手を挙げていただいておりますそして中には今我々 PCR 検査の人でという問題がありますんで、歯科医師の方にも協力をお願いいたしました、まあ、そうやって一つ一つ乗り越えながら、ですね地域と一緒になって、えー、ち国民の皆さんがあるいは地域の皆さんが安心していける、こう状況を一日も早く作るべく努力をさせていただきたいと思います蓮さん誤解をしたのは、保健所とか国民が悪いんですか、政府がずっと説明してきたじゃないですか。お見ざすを3月10日のこのこ予算委員会で PCR 検査のキャパシティの問題があったから、そして今回の場合は症状が長く続くから、まあ5日ぐらいまで、まあ一般の人は3日ぐらいまで、まあ4日というのが普通の人で、すごくざっくりとした説明をしたんですが、それを受けて厚労省は、4日以上37.5度以上、だるさ、厳しさ、息苦しさ、だから電話相談したら、あなたは典型例に合わない、まだもっと家にいてくれ、その症状だと。 この外来につなげませんって断られてるんですよ誤解じゃないでしょう誤解を呼んだのは厚労省の説明じゃないですかちゃんと直してください